代々木公園駅は東京都渋谷区富ヶ谷一丁目にある東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号は C02。島式ホーム一面二線を有する地下駅。ホーム全体が若干湾曲している。当駅の明治神宮前より代々木公園の直下には重量編成8本が収容可能な留置線があるほか、留置線から伸びる引上げ線が代々木公園駅ホームと 平行して設けられている。明治神宮前寄りには、両たり線があり、留置線への出入庫や、輸送障害で、代々木上原駅での折り返しができない場合に使われる。なお、定期ダイヤでは当駅四十二列車の設定はない。2018年8月、北綾瀬支線を除いた千代田線では初めて、ホームドアが設置され、10月6日に稼働開始した。 ホームドアの稼働開始に合わせて、スイッチ制作の発車メロディの使用も開始した。曲は1番線が、時和木、2番線が、若葉の散歩道である。2020年度の1日平均乗降人員は19,433人で、あり、東京メトロ全130駅中116位。千代田線の駅の中で最も少ない数値である。近年の1日平均乗降、 乗車人員推移は、下表の通り。駅付近にある井の頭通りへの代々木公園駅、富ヶ谷が最寄り手流所となる。東京都交通局、京王バスにより運行される以下の路線が発着する。ありがとうございます。